こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか？まあ、A は違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空襲の右側。そうです。倍がヒントですよね。まあもちろん空襲の左側には B 動詞があって、選択肢の BCD。どれを選んでいただいても E にくっついておりますので、受動体ではなかろうか。ですから選択肢の A は×。で、あとの選択肢はどれを選んでいただいても受動体。じゃあ皆さん次のステップはどうしましょうということですが、選択肢の D をご覧くださいね。まあリスペクトですから、後ろ4が繋がっても、まあ問題はないっちゃ問題ないんですが、空襲の右側の方をご覧くださいね。そうです。4がここにおりますので、選択肢の D の4。2つもいらないので、×。残った選択肢の B か C かですが、選択肢の C。なんか、ここに1つ単語をつけると、あの熟語。ってなりそうですね。そうです。look up to。うにゃうにゃを尊敬する。ただ、今回は to がないので、もちろん×。よって正解は B。で、これで皆さん意味内を確認いたしますので、文章をご覧ください。その俳優さんは称賛されました。で、倍以下、自分の友達全員ですね。で、友達全員から称賛を受けたんですが、その理由が4以下。まあ、多くの慈善活動。そういうことに対して称賛が得られました。そんな感じでよろしいかと思います。で、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。